この動画には、以下の成分が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、デートナのウィンドスクリーンを取り付けていこうと思います。以前つけていたウィンドシールドは、寒風から胸までしか守ってくれないので、朝の出勤時、首がめちゃくちゃ寒いので、高さのあるものに交換しようと思いました。部品の数が多く見えますが、取り付けは簡単ですよ。4つあるダンパーラバーをウィンドスクリーンに組み込んでいきます。ちょっと硬くて入りづらいですね。説明書には、水で薄めた中性洗剤を塗布してから組み込む仕方もありました。残りの3つも同じように取り付けていきましょう。こんな感じにつけました。次は、二つのステンをスクリーンにつけていきます。袋ナット、スペーサー、ワッシャ、ロジェットワッシャ、ボルトを使います。こんな感じの順番で仮組みしていきます。ロジェットワッシャは、溝がある側を、ボルトの左側に刺します。スペーサーをダンパーラバーに入れて、ステンをボルトで固定します。こんな感じにつけました。反対側も同じ要領で取り付けます。次は、左右にベースステンを仮組みしていきます。左右で、ボルトとナット4つでステンをつけていきます。反対側も同じ要領で取り付けていきましょう。次は、左右のミラーを外していきます。タカナットも外していきます。左右のタカナットを外したところにアダプターをつけていきます。アダプターとステイの穴を合わせて、ボルトで留めていきましょう。
パナと六角レンチで、スクリーンとステイのナットを本締めしていきます。稼働できるので、好きな位置に固定しましょう。私は直角にします。この形状が、風から体を守ってくれると思います。付属のナットで、ミラーをステイに固定するんですが、ハンター株が、耐使用のためか合わないので、取り外した純正の高ナットで代用します。こんな感じにつけました。クランプバーもつけれますが、私は使わないので、つけていません。スクリーン下と、デックバンパーの間が空いていて、寒いので風よけを作っていきます。アマゾンで、防水のヨガマットを購入しました。表と、裏はこんな感じです。ホームセンターで、金具とボルトナット、100均でゴム紐を購入してきました。横約40センチ、縦約80センチに切っていきます。上側を約17センチ残して、中央を約13センチの幅でくり抜きます。ガチャッ!ポチッと!うわー!金具とゴムをつければ完成です。こんな感じに風よけを作りました。上側はステイで補強しています。ゴム紐で縛っておけば伸縮するので、ヨガマットの負担が少なくなると思います。取り付けは、ミラーにゴムをかけて、デックバンパーに緩めで固定します。緩めておかないと、ハンドルを回した時に引っかかるからです。隙間が塞がったので、寒風から体を守れますね。ハンドルを回しても、ゴムが伸縮して、無理なく稼働します。バンパーと車体の隙間もついでに塞いだので良い感じです。外側から見ると黒色なので目立たないと思います。いかがだったでしょうか?ウィンドスクリーンが前より高いので、顎の部分まで寒風から守ってくれるようになったのと、スクリーンから下の防寒もできたので、朝の出勤が楽になりました。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。